5月24日オフィシャルグッズショップブルースパジオにて藤原選手による一日店長イベントが開催されました。普段選手と直接接する機会が少ないサポーターにとって嬉しいイベント、たくさんの笑顔があふれます。待ってます。もう優しい、なんかすごいいい笑顔で、めちゃめちゃかっこよかったです。もう目の前にいてもうすごい興奮しました。この日はスペイン代表イニエスタ選手のヴィッセル神戸加入が決まった日。イニエスタ頑張ってください。いやもうすごいっていうところじゃないですし、まあ、それでね本当にこうファンだったり観客っていうのも増えていくと思うんで、もう本当にそれは素晴らしいことだと思うんで、まあ、早くヴィッセルと試合したいですし、とりあえず体に触れればいい。しっかりボールを取りに寄せに行きたいなっていうのも思います。多分みんなそれは思ってると思うんで、本当にね世界の選手なんで、まあ、早くやりたいなと思います。第15節を終えて16位と苦境に立たされているガンバ、巻き返しに藤原選手にかかる期待も大きくなります。本当に死ぬ気でやるつもりですし、中断期間入りますけどしっかり準備していい形で入れるようにやっていきたいので、最後まで応援よろしくお願いします。5月31日パナソニックスタジアム吹田で吹田市内の小学4年生を対象とした吹田市市民ふれあい事業を行いました。今回のテーマは夢と希望を広げる出会い。ガンバ大阪からはアカデミーダイレクターを務める松並さんが講師として参加しました。30数年前 J リーグがまだ日本にはありませんでした。だから日本でプロのサッカー選手は当然いませんでした。だけどその頃の僕の夢はサッカー選手になることでした。学校の先生だったりサッカーを教えてくれるコーチ、そういう支えになってくれる人がいなければ決して達成することはできないと思います。なのでその応援してくれる人たちに対してやはり感謝をするということをしてください。続いて行われたのはコンコースでの段ボールベッド作り。災害時に防災拠点となるスタジアムで段ボールベッド作りを体験することで災害時への意識を高める教育が行われました。最初は段ボールで人が乗っても潰れないなんてありえないと思ったけど、作ってみて乗ったら潰れなかったのですごいなと思いました。さらにスタジアム内の備蓄倉庫を見学。実はスタジアムには非常食およそ5万食分、そして5000枚を超える毛布が備蓄されており、避難所に物資を届ける拠点になっています。その後はガンバ OB やアカデミーコーチも参加しサッカー体験が行われました。楽しかったです。なんかさ最初雨降ってたからサッカーできないと思ってたけど、俺てるてる坊主作ったからやんでよかったです。何回も来たです。やっぱり私たちみたいな小学生とかはまだチャンスがあると思うので、その時に夢の話をしてくれてまた役立ったなと思います。うまくいかないとかそういう時に、パッと言葉がね浮かんでくれれば、誰が言ったとかではなくてその言葉のキーワードがどっかで浮かんでくれればいいなという思いでね、少しお話をさせていただきました。またサッカーやりたいなって少しでもね、思ってくれるればいいと思いますし、またこうサッカーを見て楽しいなっ
思ってくれれば非常に嬉しいなと思いますので本当に良かったなと思います。